大野啓太郎君、はい、自由民主党の大野啓太郎でございます。今日は菅政権発足後の初めての安全保障委員会の質問ということでございまして、こういう機会をいただきました理事の先生方には改めて感謝を申し上げる次第でございます。まあ、一方同時に、岸大臣にとっても初めての国会ということでございまして、国会というか初めて の大臣として の質問に当たるということで、まあ、対戦相手が私ごときで大変申し訳ない、がっかりされたかもしれませんが、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。で、まず冒頭、先般香川県で発生いたしました鳥インフルエンザこの緊急災害派遣に対しの要請に対しまして、本当にご尽力をいただきました自衛隊の皆さん、あるいはその関係省庁の皆さんには改めてこの場をお借りして感謝を申し上げたいと、このように思っています。さて、先ほど初めての菅政権の発足後の初めてのと申し上げましたけれども、実はアメリカをに目を向けますと大統領選がございました。まあ、まだ結果をめぐってくすぶっているところはあるようでありますけれども、まあ、いずれにせよ新しい体制が築かれるということに相なるんだと思います。動向を見ますと、やっぱり安全保障戦略というのもおそらく大なり小なり何らかしら変わっていくんだろうということも想像はできるわけでありますけれども、改めてでありますけれども、大臣としてこの日本 その安全保障戦略、特に日米同盟、この進化に向けて、一体どのような取り組みをなされるのか、まあ、所信にもお触れになられましたので、改めてお聞きをさせていただきたいと思います。岸防衛大臣。大野委員にお答えをしたいと思います。まあ、初めての答弁ですので、どうぞよろしくお願いします。大統領選につきましては、先般バイデン候補が当選確実というような状況になっております。昨日ですね、菅総理からもバイデン次期大統領との電話会談が実施されて、その中でバイデン次期大統領に対して、まあ、祝意が述べられたと、こういう状況であるということでございます。まあ、いずれにいたしましても、日米同盟は我が国の安全保障の基軸であるということに変わりはない。インド太平洋地域の平和と自由、また安定、繁栄の、まさに、礎である、こういう状況であります。防衛省としては、日米防衛協力のための指針、また、防衛大綱を踏まえて、日米同盟の抑止力対処力の一層の強化に取り組みますとともに、自由で開かれたインド太平洋というビジョンをですね踏まえて、日米が基軸となって望ましい安全保障の環境を創出を取り組んでまいりたいと、こういうふうに思います。また幅広い分野における日米防衛協力という観点からですね、具体的には、まあ、宇宙サイバー電磁波といった新たな領域における協力、まあ、これをしっかり進めていかなければいけない。インド太平洋地域における能力構築支援で、緊密な連携を取っていく、そして、まあ、そういった新たな領域についてもですね、しっかり取り組んでいくことは、まあ、何より重要であると、こういうふうに考えています。はい、以上。大野君。はい、実は昨日ちょっとたまたまインターネットを見てまして、急遽ちょっと理事の先生方にお願いをさせていただいたんですけども、アメリカの国内の、まあ、アメリカ人ですよね、が一体中国をどう見ているのか、これはこの委員の先生方もよくご存知の通りでありまして、かなり厳しい見方は年々高まっている、厳しい見方が高まっているというのは共有されているんだと思いますが、この政党を支持ごと のそういう傾向というのは、改めてこれ実はピューリサーチセンター、まあ、これ結構有名なシンクタンクでありますが、ここの、まあ、中に載ってました。で、結構びっくりですね、実はその共和党は、否定的に見てる人は共和党は 83%、民主党は 68%、まあ、15% ぐらいギャップありますよ。まあ、中国がコロナ対応悪かったんだと思う人は共和党82、民主党54、ごめんに28ポイントぐらいあるんですかね。まあ、次 のページに行きますと、まあ、中国が敵だ思っている人が共和党38、民主19と。一方で下に行きまして、経済では、経済の分野ですよね、まあ、要するに経済よりは圧力だと
いうふうに考えている人っていうのは、ここも強烈なんですけど、66対 33%、まあ、結構開きがあるんです。で、あの民主主義の国ですから、やっぱその国民の声というのはものすごく、あの我々もそうでありますが、あの慎重にその皆さんの声を拾い上げていかなくちゃいけない、まあ、ある種、国民の皆さんの方向に、しっかりと向いていかないといけない部分になってしまう部分もあると。こういったことを考えたときに、もちろん安全保障戦略ですから、国民がこう思うんだって言って直ちにこれに過敏反応するとは思えませんが、やっぱりその変わらざるを得ない部分は変わらざるを得ないんだろうと、こういうことを思うんです。で、そう思ったときに、過去こうもあれ私が初当選する前というのは、アメリカっていうのはもっともっと今以上に日本よりもはるかにアメリカに融和的でありました。我々の方がはるかに中国に対しては強硬なこの姿勢を保っていたように思います。これも過去5年とかそのぐらいでも激変してしまうんだということを改めて私最近すごく思うんです。で、そういった意味で、あのもちろんその安全保障を例えば戦略というのが、まあ、日本が持っているものがあります。で、あった上でそのアメリカが変わったとしても、やっぱりこういくんだという、ど真ん中で我々はこうしていくんだというような戦略っていうのはやっぱりしっかりと持っていかなくちゃいけない。私はこれはすごく思っているところで、あのアメリカの政治、国内政治が、まあ、右行ったり上行ったり下行ったり左行ったりということになっても、ある種それはその戦略に追従するべきは部分はあると思いますが、しっかりとあの真ん中の部分は保っておかなくちゃいけないというのは改めて思うところなんです。で、その上ではやっぱりその世界の秩序というのを安定化するのに、我が国独自の方法で、この、まあ、我が国なりのやり方で、しっかりとその貢献していくということは努力が必要なんだと思うんです。ただもちろんそれはアメリカは完全に無視してっていうことはないので、日米同盟が前提になっていくんだろうと、そう思っております。で、そういった意味でその国際秩序の安定化に対する貢献という意味で、改めてその大臣として、あのどういうツールがあって、どういう戦略を描いてやっていくべきなのかということを改めて私あの お答弁いただきたいなと思いまして、ちょっとお願いをさせていただきます。岸防衛大臣。あの、我々は何よりも国民の平和な暮らしを守っていくと、こういう大きな責務があるわけです。まあ、その中で、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していく中でも、このことだけは崩せない、わけですね。まあ、不確実性が増してくる、厳しさが増してくる、まあ、その中で自らを守っていく主体的自主的な努力ということを抜本的に、進めていかなければいけない、その果たしうる役割の拡大を図り、もっと日米同盟の抑止力対処力を一層強化していくということだと思います。一方ですね、防衛省として、まあ、自由で開かれたインド太平洋という、まあ、ビジョンを踏まえて、同盟関係を基軸としつつ、我が国と基本的な価値を共有する米国以外の、国々との間でも、まあ、共同訓練とか、演習能力構築支援、防衛装備、技術協力、まあ、こういった分野でですね、我が国のさまざまなノウハウを生かして推進をしていく、幅広い防衛協力を実施していきたい、こういうふうに思います。まあ、具体的には、自由で開かれたインド太平洋の維持強化に向けて、豪州やインド、それから英仏などの欧州諸国、ASEAN や南アジア諸国、島諸国、まあ、こういったところとのですね、防衛協力、交流に取り組みまして、インド太平洋の含めての国際社会に対しての、安定と平和に向けた貢献を果たしていきたいと、こういうふうに考えているところでございます。各国との安全保障協力の強化は、我が国の安全保障に、我が国自身のですね、安全保障の、にとっても不可欠であると、こういうことが言えると思います。しっかり取り組んでまいりたいというふうに思います。大野君。
はい、ありがとうございます。ちょっと今お話を伺っててふと思い出したのが、国家安全保障戦略、我々も、何年ぐらい経つんですかね、まあ、何年か経つと思いますけども、8年ぐらい経つと思いますけども、これ全然改定をされていません。で、実は書いてる内容っていうのもかなり、古びた内容のものになってしまっている。でもちろんその改定しにくい部分があるのは理解します。実務的にも、アメリカの安全保障戦略にも変わってくるかもしれない。でその中で今変えるのか、いやそれは無理だよねとか、あるいは今の現状とそれからこれに書かれたことが、ギャップがありすぎて、直ちに出すとハレーションが起きる、いろんな観点があるんだと思いますけども、今さっき申し上げたような我が国独自のちゃんとした戦略をど真ん中で持っておくこと、これをピン止めしていくこと、これを世界にインフルエンスしていくこと、我々がこう思ってるんだということを世界中にインフルエンスしていくこと、並びに国内の中にインフルエンスしていくことというのが非常に重要だと考えるならば、これやっぱりもうぼつぼつ、タイミングというのはありますから、いつとは言いませんけれども、変えるべきだろうなということをすごく思っているところでございます。これは防衛大臣にお聞きはいたしませんので、また、いつかお話ができればと思ってますが、先ほど防衛大臣がお答えいただいたように、例えば防衛協力のネットワークを張るとか、宇宙サイバー電磁波にも触れられましたけれども、この分野での日米の協力、そういったそのある種のリンチピンといいますか、この機関化ですね、部分での領域領域での その機関化、こういうことをちゃんと成し遂げることによって、日米同盟の安定化、さらにはその世界秩序の安定化というのに努力をしていくべきなんだろうと、そういうことを思っています。そういった意味で、今日ぜひお伺いをしたかったど真ん中の話が宇宙の領域でございます。で実はその今喫緊の課題の日米関係といえば、やっぱり駐留経費の負担の交渉の問題なんだと思うんですけど、これはぜひ断固阻止をしていただければと思います。もし負担の増額なんていうのを望まれるのであれば、ただ協力できる領域、ここ協力したら価値っていうのはますます広がっていくという領域には積極的に取り組んでほしいなと思います。宇宙の領域、実は経済波及効果という意味では2030年ぐらいまで、見つめると17兆円ぐらいになるとも言われています。アメリカなんかの積極投資されているのはそういうことなんだと思います。これが投資が行われることによって逆に安全保障分野での調達コストも下がっていく、そういうことがすごく重要な観点なんだと思います。でそういった観点で今日はもうこういった議論を私はしたかったんですけども、今具体的に SSA とか SDA であるいはそのコンステレーション、最近、議連に上ってます。昨日実は自民党の中でも議論がありましたけれども、宇宙の領域っていうのは、例えばいろんなこのオペレーションを考えたときに、キルチェーンっていうのはありますよね。この探索をして、偵察をして探索してターゲティングしてっていう、こういったキルチェーンというの中に各フェーズでそれぞれの宇宙への依存度っていうのはもう7割から、全部7割以上なんですよね。でこれこそまさにこれ将来的に守っていかなくちゃいけない分野だろうなと、そういうことも思いますので、将来のためにぜひここを積極的にやってほしいという観点から、ぜひここ分の現状の取り組みのについてお答えいただければと思います。岡防衛政策局長。お答え申し上げます。宇宙利用の関係で、まず衛星コンステレーションについて申し上げますけれども、これは委員ご案内の通りだと思いますが、アメリカにおきまして、ミサイルの探知、追尾、通信、偵察、測位、宇宙状況監視といったことを行う衛星メガコンステレーション計画が進展をしているという状況でございまして、こうした取り組みが実現をいたしますと、いわゆる極超音速核兵器のようなものであっても、宇宙空間から地帯なく探知、追尾できる可能性もあるのではないかといったようなことも言われているところでございます。でこうした動向も踏まえまして、防衛省といたしましては、アメリカとの連携も念頭に置きながら、衛星コンステレーションによる HGV 探知追尾システムの概念検討を実施するために、令和3年度概算要求に約 1.7 億円を計上しているところでございます。衛星コンステレーションにつきましては、宇宙領域における日米の連携強化の必要性ということも踏まえつつ、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。また SSA についてでございますけれども、防衛省におきましては令和5年度から運用を開始すべく SSA システムを整備をしているほか、
令和8年度の打ち上げを目指して SS 衛星の導入を進めるなど、宇宙空間の状況を地上および宇宙空間から常時継続的に監視する体制を構築しようとしているところでございます。その際、防衛省といたしましては JAXA や米軍のシステムとの連接ということも行うとともに、民間の SSA のデータも活用いたしまして、リアルタイムで情報共有できるよう相互補完的な運用体制の構築を目指しております。こうした宇宙領域における能力の強化に際しましては、民間企業との連携ということも欠かせないところでございますので、先日、これは事務レベルでございますけれども、いわゆるスタートアップ企業との意見交換ということも行っておりまして、そうした事業も進めてまいりたいと考えているところでございます。以上のような視点も踏まえつつ、引き続き米国とも協力をしながら宇宙領域における能力の強化に取り組んでいきたいと考えております。大野君、時間が残念ながら過ぎてしまいましたので、ここで終わらせていただきます。ありがとうございました。次に